ワックスの付け方いきますね。指先にこれぐらい取ってもらって伸ばしますね。で、手のひらにちょっと半透明こんな感じになるようにしまして、ほんでこういう状態ですね。乾いた髪の毛に対して毛先の方にこすりつけてください。全体的に分かります？はい。正面いきましょうか。いいです？うん。で、七五三用にとかする場合はちょっと前髪にもつけてください。はい。こういう感じに。そうすることによって立ち上がりができると着物にもね合うんですよ。わかります？はい。風邪魔。風邪魔。こういう感じ。上はちょっとねじるんですよ。ねじる。うん。ねじる。ね。これ簡単でしょ？ね。本当ですね。でもポイントはやっぱり今回前髪です。このちょっと上げる前髪、これがいいですね。で、ここは後頭部を出す。後頭部が、はい、これはポイントになりますので、ぜひやってみてください。はい、はい、ティッシュください。